細クわがた属は、昆虫湖甲,甲虫目クワガタムシ科に属する、分類群である。南米のブラジルを中心に生息するクワガタムシ類で、和名通り細身の外観は、ノコギリクワガタ属に似ており、小型個体の顎形状もノコギリクワガタ類の小型個体に類似する。しかし、はるかに小型で、大きくても、最大5センチメートル程度までという小型の種類である。 東南アジアにや、熱帯アフリカに比べ、南米のクワガタム師匠はやや貧弱であることが知られているが、その中では、本族は、チリクワガタ族と並んで、南米を代表するグループで、約27種ほどになる。オス成虫の大顎は、比較的整った姿をしているが、左右の大顎の形状が非対称で、片側にだけ内葉が生えていたり、両側に内葉があっても、 左右の大きさが不揃いだったりと少々歪なところがある。成虫はノコギリクワガタ類に似ているが、幼虫はツヤクワガタ族に似ている。体が小さいことと南米のクワガタ虫の研究が進んでいないことから不明な点が多い。日本へ輸入されることも少なく、輸入されるものもほとんどが標本で、息と虫が入ることはさらに少なく、一般にはあまり目に触れることはない。 成虫が夜間に活動する種は少なく、ほとんどの種は早朝の新芽に集まる。10月から翌年の4月まで活動する。 補足が型、レプテナプタースフェマラタスティビアリス補足が型、レプテナプタースティビーラスハット http コロンスラッシュスラッシュ masizymi.blog5.fc2.com スラッシュ b l o g d h e 2 0 0 9 0 5 h t m l ありがとうございます。